さて、それでは今回はサザンナインとこの新選手たちについてなんですけども、その前にね、ちょっとだけ何かつつくようで申し訳ないんですが、年俸の配布不具合はすごい良かったですね。そのままもう一回もらえたということで、これはありがたいし、毎回ね、間違えてもらえたらと思うんですけど、迷惑行為についてとか、今までの改定、去年の11月からね、いろいろデータ残ってるんですけど、前回言ってた見送りについてですね、プラチナ帯がどうなるんだろうっていうところで、プラチナ帯延期じゃなくて見送りっていうのはどっちなんかな、ちょっと怖いなっていう話をしてたんですけども、バーサスリーグのプラチナ帯が実装されなかったという話なんですけど、ここに本当すぐ消えましたね。あの表示出て1日か2日ぐらいで、まあまた何か新しい動きがあるから消えたのか、もう全くなくなったから消えてしまったのかわからないんですけどね。すごい残念です。本当にもうバーサスリーグ欲が、なんかみんな結構バーサスリーグ嫌やっていうの結構ね、周りで聞いてると多かったみたいですけど、僕あんまそういうのなかったんですよ。年俸欲しいなと思ってたし。ただまあ、こんなに、ゴールドの一番上の状態で続くのであれば、確かに嫌やなってちょっと思います。しんどいなって思うので、まあまあ、できたらね、もうちょっと細分化はしてほしいかなと思います。ここの見極め難しいですよね。ウィニングイレブンとか、デッドバイデイライトとか、僕がやってるゲームで申し訳ないですけど、ここの住み分けが一つ間違えると一挙にユーザーが減ってしまうところで、エーペックスなんかはね、溢れて、スマーフですか？サブアカウントを作って入るのをやめろみたいな話まで出てるみたいですけど、それは、まあ、人気がゆえそういうことが起きるんだと思うんですけど、人気がないとね、せっかく面白いゲームだから、なんとかこのみんなが野良の人って言わないか、無課金税、微課金税が楽しめるようなね、できるだけこう細分化して、課金税は課金税でこう競い合うとか、もう無課金で徹底的にこう鍛え上げた人が上位で競い合うみたいな形にしてもらえたらなぁとは思うんですけどね。まあ、たまにマッチングも嬉しいですけどね。まあどうなるかわかんないですけどね。見送りがどういう受け取り方か。さあ、それではこのね、火曜日に出すといやらしいやり方。文句ばっかり言ってますね、僕。よくないな。火曜日に出るということは、これまたあれでしょ？金曜日に、別のカードパックが発表されて、この今回の選手たちはすぐいなくなると。僕がセブライオンズずっと使ってて、森友哉の時にね、やられてた手法ですよ。森友哉の SS がとにかく手に入らないと。まあ、今回もそうですね。おそらく菅野。まあ、この読みあんま当たらないですけどね、結構活発にいろいろ動いてくれるから、ただまあ菅野にしても、ちょっとざっと先見ますけど、大山にしてもそうですし、太田かな、まあ、太田もそうですね、十分。増田。普段のノーマル SS としてはなかなか高いんですよね。だから彼らが今後も出てこない SS なのかなっていうところで、まあ、ありがたいのはサザンナインのタイミングでこれを出してくれてるから、サザンナイン頑張ったらもらえるかもっていうところで、何やろう、こうね、まあ僕はやらないです、サザンナイン。久しぶりですけど、1回か2回見送ったことあるんですけどね、考察の前にちょっとサザンナインについて話しておくと、まず一つは突然始まるっていう、その心づもりができない。どっかに表記出てるんかもしれないですけど、サザンナインまで何日ってできたらもう言ってほしいぐらい、ここが、美課金、無課金、美課金にとってはもう、要なので、ここやと、もう戦場ですから、サザンナインでいかにこう、戦うか、それからもう、味方に逆に言ったら力貸してもらうかっていうところなんですけど、まあ、この3年やってみて、サザンナインどれぐらいやったんかな？もう3年間ですから、年4、5回ぐらいあるんかな？まあ、5回ぐらいで考えて、2ヶ月に1回ぐらいないかな？どうやろう。まあ、4、5回、5回で考えて、15回とか参加してきて、ほとんども3時間毎日3日間参加してたんですよ。最初の方ね。ここ何回かは1時間だけとか、1日1時間とかっていうやり方にしてたんですけど、SS の限定が出たのが2回ぐらいしか記憶ないんです、僕。前回の小久保と、いつしかの、
誰だったかな、丸かなと思うんですけど、そもそも前回のサザンナインの時も、3日間、まあ、1日目1時間、2日目1時間、3日目2時間参加したのかな。で、限定パックが出たのが1パックだけでした。でたまたまそれから国宝が出たのでもう勝ち組ですけど、でも限定パック自体思ってる以上に出ないし、でレート上がるとありがたいのかありがたくないのか、極みとか超級との対戦になるんですよ。そしたらもう負けるから、まあ、先般になってしまって、他の人にも悪いし、で勝てないからいいカードもらえないし、じゃあ勝ったらいいカードもらえるんかっていうと、なんかそういうわけでもないと思うんですよ、僕見てる限りではね。なかなか僕1位通過できてないですけど、だからまあちょっとかけた労力に対してのバックが少なすぎるかなというところで、特に今回はね参加しない理由というのがありまして、まあ、ここも戻しちゃって申し訳ないですけど、なくなりましたね、いよいよ。あの夢のようなカードパック野手編投手編がなくなってですね、まあ、アンビシャスヒーローはちょっと今回考察も飛ばしてしまったんですけど、まあまあそんなに、アンビシャスヒーローって見ないですよね、対戦してて。やっぱ持ってる人少ないのは、まあ、ソウル負けしやすいからだと思います。もう常に言い続けてる、どこの球団にも所属しない状態ですからね。だからアンビシャスヒーローに関してはもうええかなって思うところがあって、で、まあ、今回の人たちに関しても、まあ、こう自球団の人たちは、まあ、僕も今回セブライオンズ入ってるんですけど、これ取れんでしょう、なんか、取れる気がちょっとしないかなと思ってて、取れりゃ嬉しいですけどね。ただ、なぜかというと、まあ、ちょっと順番に見ていきますけど、菅野、能力的にはこのシュートの部分はこれすごい能力、右打者の時にシュートが45アップするということなので、まあ、大体アップする、2人に1人はシュート、しかもこれ右打者のシュートなんで、もうちょうど内側にねガッと切り込んでいかれるシュートやからしんどいですよ、思わず手が出るし、で内側からのスライダーで思いっきり曲げて外に持ってこれるから、内に来ると思ってカーソルも合わせてたらミート打ちでも逃げられるようなスライダーですよね。でそうかと思ったら枠いっぱい入れれる曲がらないカットボールがしっかりあると。でカットボールも156キロで投げるカットボールなんで、どれぐらいかな、140ぐらい出るんかな、もうちょっとかな。でスローカーブフォークがあってと、まあ夢のようなすごいピッチャーだなと思うんですけど、でも菅野って絶対また限定で出るでしょ。今回出てたんかな、今回とかもしも正月とかのパックで出てた場合は、あ、お正月はもう弱いか。菅野まあ絶対1年間でまたどっかで出てくるし、限定のさらにこれより上位のものがね。で、それとか来年お正月復刻とか、それも長いスパンで考えないと、やっぱりもう美課金にとっては長いスパンで考えてますから、もうお正月楽しみにしてますから僕。ちょっとまあ毎日3時間しんどいかなと思って追いかけんとこうかなというところです。もっと上位の菅野が出るんじゃないって。でこちらもそうですね、阪神はもう基本的に大山とサンズだけで、あとあれか近本で成り立ってますので、佐藤がまだ出てくるかもしれないですけど、そうやな、予想としては僕佐藤弱いと思いますね。すごいなんかひどい評価を受けると思います。なんせ阪神とかね、この関西系の球団の選手に対する評価っていうのはとんでもなく低いので、まあさらに新人っていうところも含めて、わざとミーと F にしてみたりとかね、そういったところも出てくるのかなと思うんですけど、まあ、だから大山またね限定であると思うんですよ今後ね。ただまあ強いけどね。でこのこれですよ、これ他の選手でも発動してほしいし、あの極み覚醒に出してほしいんですけど、エネルギッシュバッティングってこれすごい面白いスキルなんですけど、最終イニング同点ビハインドの時に高打力左右が45アップ、こんなにすごい能力ないですよ。最終イニングってまあ負けてる2回って考えるのが一番シンプルかな、負けてる2回の段階で
まあ、負けてる2回裏、まあ、表どっちでもいいですけど、同点か負けてる場合ですね、だから勝ってなければ発動するんですよ、この能力って。で、正直勝ってる時は別に発動しなくてもいいので、バッターよりもピッチャーが能力発動してくれたらいいから、もう負けてる時には必ず同点負けてる時ですねに発動する45アップ、つまりは、大山は基本的に勝ってない限りミートもパワーも A になるという、すごいですねこの能力。このエネルギッシュバッティングっていう、これをぜひ極み学生にも出してほしい。走力もあるしね、いいなぁ。まあただ、チャンスメーカーが発動しないようになってますね。リードオフマンも1個下、チャンスメーカーも1個下のレベルになるかな。そして、太田もなんか定期的に出てくるかなと思ってるんですけど、なんか今までの太田と比べたらちょっと評価高めのような気がします。バッティングにかなり飛び抜けた評価かなと思うんですけど、これはランナーなしの時に左右が45アップ、右しか効果ないですね。右がミート A になると。ただこれそうですね、走力が C なので 1,2 番には使えないんですよね。 1,2 番はやっぱりリードオフマン発動させたいから B 以上なので、だからランナーがいない、必ずランナーがいない状況に立たせることができない。1番バッターなら可能ですけど、かまあ代打ですね。すごい代打としては美しい能力かなと思うんですけど。で、増田が、久々に増田が出てるような気がするんですが、このスライダーはあんまり意味ないんですね。ちょっとこの違いは僕はあんま分からないかな。速いのか、もう高速スライダーとスライダー。タイミング的にはわずかな差かなと思うんですけどね。ただまあ、増田で制球が B っていうのは、西武ライオンズ制球力とにかく低いので、E とかしかいないと思うんです。D、おったかなぐらい。なので、限定の森脇、SS 限定森脇が確かちょっと高かったかもしれないですけど、なかなか制球の高い中継ぎっていうのが長年出てないので、S でもいいから欲しいんですよね、本当はね。欲しいんですけど、まあ、もらえないと思うので、まあちょっとさすがにどっかで休みたいかなというタイミングもあって、今回特にそういう意味では、もうお祭りですよね。バンバンカードパックもらえるお祭りが終わっちゃったから、ここまあ休みどころかなって、特にまあ巨人、阪神、日本ハムの自球団の人以外ですか、まあ、セブライオンズ自球団の人以外はもう全然休んじゃっていいんじゃないかなと。で、ここをね、僕わかんないんですけど、この1個後ろに回るでしょ。今最新があって、1個後ろに回ったカードパックも一応限定から出るようになってるみたいなんですけど、僕は出た試しがないです。やっぱりどうしても最新の方が出るイメージがある。あとでもね、やらなしゃあないところがあって、このクラッシュラッシュが、僕前回もブーブー文句言っておりました。まあ毎回大体言ってるんですけども、メダル交換。S レア投手編が出てます。僕400しか取れてないですけど、5000取れたら、もうこの S レア投手応援マスコットパックがもらえるということで、もうこれなかなかもらえないので、大きいかなと。年俸もでも今回ね、もらえましたからね、ちょっと2万頑張って貯めてみようかな。ちょっと楽しみではあるんですけど、この S レア、応援マスコットパック、投手ですからね、ピッチャーに合わせて変えれるという意味では一人あってもいいのかなと思います。こんなところかな。考察としては、まあ、菅野はいいですよ。菅野いいけどもっといいの出てくると思うっていうのと、大山の今回のこのアビリティはすごいと、本当に便利なアビリティだなと思います。というところで、ちょっと、毎回愚痴が多いですけども、たまにね、ガチマッチ、ちょっと挟んでいこうかなと思っているので見ていただけたらなと。それから、パワープロなんですけど、最近配信をちょっと連続投稿しております。で、これできたら、
もうワンシーズン通して140試合やってみたいなと思っているので、監督モードでね、横浜が優勝できるかというのを1年でチャレンジしてます。もしよかったら、まあ、ちょっとほとんどライブ配信みたいなもんで取って出しなんですけども、もしも時間ある方はね、見ていただけたらなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、それから高評価の方もよろしくお願いします。サザンナインは僕は今回は、お休みします。